はい、どうも。今回は、不死身の一音シルビアの後期の紹介ですね。前にですね、一音の前期のキットレビュー紹介させてもらったかなと思うんですけど、まあ前期はひどいです。実際。ただ、まあ後期は、まあ先に後期の方が出たんですよね、不死身のやつ。これ確かもう出たすぐに自分も組んだことがあるんですけど、もう高校の時だったかなと思うんですけど、まあ、紹介させてもらいます。で、これね、ケーズのエアロ、ケーズエアロバージョンと、オーテックバージョンの MFT の、まあ、選択式になってます。このオーテックバージョンの MFT っていうのは、ボールベアリングタービンだったかな、車輪タービンだったかな、とかがついているオーテック仕様のやつですね。まあ、一音後期は悪くはないと思ってますが、でもやっぱり不死身かなっていう。だからこんな感じです。なんでかというと、ちょっとヘッドライトが、まあ不死身のキット全般に言えることですけど、ヘッドライト浅いんですよね。で、一応、こうね、プロジェクターっぽく見せようとする、ここに凹みがあったりとかはするんですけど、まあ、いかんせん、まあ、ちょっと古いのもあると思うんですけどね。ちょっと違うかなっていう。で、ガラスパーツはですね、ガラス関係のパーツですね。このように、一音、後で前期が追加になったので、このように前期のテールと、前期のヘッドライトも入ってます。と、バンパーのウィンカーですね。で、ガラスのこの熱線のモールドがね、少なすぎるんじゃないのっていう気はしますけどね。ただまあ、あとは、テールランプの、これ一音後期ってまあ実写の画像を見てもらうとわかると思うんですけど、こう四角いような感じでこう、いくつか分かれるような形になるんですが、モールドがね、こう、薄すぎて、パッと見どこ塗ればいいのっていうことになるかな。薄すぎるってことはないか。一応じっくり見ればありますんで、それ見ながら、まあ塗って、ってみるといいかなと思いますけど、か、もう前期のテールのモールド一回削り落としちゃって、ユーロテールっぽくするか。一音前期の、一音のテールランプは、ユーロテールも結構いろんな種類が出てましたんで、その辺に意識してもいいかなと。ただね、これね、昔の記憶なんであれなんですけど、ちょっと中途半端に車高が高いかなっていうのがありますね。まあ、不死身お得意というか、不死身ならではというか。でもまあ、いじくったらいじくっただけかっこよくはなるかなと思います。で、ああ、そうだった。あのね、ブレーキカリパーがね、相変わらず片押しです。ケースになると、14だったらまあ、4ポットになってたと思うんですけど、片押しです。ケースの足ならいいですけどね。で、これが、普通の、あ、こっちがオーテックか。オーテックのエアロのやつですね。あれ一緒じゃん。一緒じゃん。あ、微妙に違いますけど。まあ、ちょっと加工はするのかな。オーテックバージョンの方はまだ組んだことがないので、普通のケーズのやつは組みましたけど。あ、そういうことか。上にバンパーを被せるんですね。バンパーの、このフォークランプの部分、被せるような形になってますけど。これでっていうのが正直なところです。なんかね、もうちょっと違う方法があったんじゃないの藤見さん。で、一応、選択式になってますので、前期、あ、前期じゃない、ケーズの純正アルミと、あと、オーテックの、このホイール、何のホイールがついてたかな、オーテック製のホイールだったかどうだったかちょっと覚えがないんであれなんですけど。で、当てにならないサスダウンパーツ。で、これも当てにならないと自分は勝手に思ってますが、窓枠マスキング。不死身の窓枠マスキングでちゃんとできた覚えがないですね。実際問題。で、デカールはね、あ、オーテックバージョンと共通になったのかな？昔は別々だったと思うんですけど、これオーテックバージョンの方のデカールを入れてるのかな。一応ここにオーテックのロゴと、あとこれ、
この、カリフォルニアのシルビア文字ですね。カリフォルニアナンバーのシルビア文字。これは、昔普通に一音のケーズエアロを組んだ時についてたような覚えがあります。あとは、特別これ、気にするところもなかったかなと思うんですけど、こういうね、昔組んだ時にもこれはないなと思ったんですけど、シートの座面と背面のここの真ん中の部分ですね、ここスミレ色で塗れって書いてあるんですよ。で、昔、当時これ出たばっかの時に、まあそんなね、その高校生の時なんてそんな、ね、よくわかんないじゃないですか。実写のそんな、そうそう見るものでもないし。で、何も気にせずスミレ色を買ってきて塗って、いや、これ違うわって思った覚えがあります。今塗るなら何色だろうな。グレー系のなんかちょっと、また違う色を使うと思いますけど。ああ、そうだ。テールランプの塗り分けはこの風になってます。ただ、これを参考にするよりも、画像を探して参考にした方がいいかなと思います。で、あと、これね、輸出仕様だと、輸出仕様の240だと、テールランプの塗り方っていうか、まあ、テールランプの、要は配置ですね。それもまた変わってきますので、その辺もいろいろ見て、やってみるのもいいんじゃないかなと思いますよ。確か、240はここがリフレクターになってたと思うんですけどね。一番端っこの外側の部分が。そんな覚えはありますが。改めて、ね、十何年ぶりにしっかりとまじまじと見てるわけですけど、悪くはなかったと思います。悪くはないです。前期を買って、一音シルビアの前期のキットを買って、がっかりして、もう一音後期は別にもう前期であんなひどかったからもういいよっていう人もいるかもしれないですけど、まだいいです。まだマシ。なので、まあ、一音自体がね、もうここ、富士見このこれしか出てないので、まあ、これベースによりリアリティあるように改造するもよし、すぐ身に組むもよし、まあ、シャコタンにして、ドリシャにするもよし、エアロパーツをね、一応なんかもう、そこら中でエアロパーツとか出てますから、そういうのを見ながら、実写のエアロ再現するもよし、そんな感じでいろいろ、まあ、定価がね、今、これかなり上がっちゃいましたね。2500円って上がっちゃいましたけど、これ選択式じゃなくていいから、別々でまた出してよっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、2500円。これ定価2000円ぐらいだったら個人的にはありかなと思うんですよ。売っといてなんですけど、というのが自分のあくまで個人的な意見ですが、思っているところです。あと、そうだ、ケーズのエアロ、ケーズエアロっていうのが一番上のグレードだったと思うんですけど、ケーズエアロじゃなくて、ケーズじゃないように、ケーズの仕様にしようとすると、フォークランプがなくなります。あと、サイドステップですね。ここも確かなくなってると思うので、これは確かもう、一体成形なんで、この辺とかは加工が必要になります。あとは、リアスポのモールドですね。ボディに、見せなきゃいけないな。このトランクのところに、ここに、リアスポの、足が一緒に成形されちゃってます。あれ？成形されてない！変わってる金型。嘘。金型変更あったの？ほら、説明書ここに、あるじゃないですか。あれ、昔ここに金型っていうか、もうここに一体成形されてたのになくなってる。ちょっと待ってよ、藤見さん。この金型回収はいかんわ。この金型回収はいただけない。一音の後期のエアロって、ちゃんとリアスポのところって、ここですね。ここに、ちゃんと出っ張りがこうやってモールドさせてるようになってるでしょ？で、トリセツのここの部品図のところ、ここ、もうなってるでしょ？この金型回収はいかんわ。多分、前期が出た時に回収されちゃったのかな？ちょっとこれは、
ないなぁ。まあね、もうリアスポ、社外のリアスポつけるよっていう、GT ウィングとかにするよって人には歓迎したい金型回収だと思いますけど、ノーマルを組みたい人にはちょっと残念な金型回収かもしれません。というのが今、改めて発見してしまいました。というわけで、まあ、そういうちょっと、難ありなところもあります。実際。ただまあ、組んでみても面白いと思います。まあ悪くはないキットです。14前期でがっかりした人は後期見たら、運命の差ってことを思うと思います。というわけで、今回紹介させてもらったのは、富士見の14シルビアの後期型ですね、の紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。